よいしょうーん、帰ってきたうっす、毎度ということで、今日はですね、ザン、カツオのたたきで、ニンニクマシマシ煮卵、これ美味しそうだったら買ってみた。あと、もつね、いつものもつ、炙出し豆腐、いつもの、これも大好きで、あんまり変わり映えしないメニューですけども、ね、行ってみたいと思います。いやー、あのね、もう目標時間決めてるから、今帰ってきてからもう家の中走り回ってんだから俺。ということで、今日はね、一番搾り、トイゼロで行ってみたいと思います。何食うかな、じゃあ何から行こう。このニンニク卵を売って食べてみようか。これこれニンニクマシマシだって。いただきます。うーん、うめえ。これうーわ、これすっげえうまい。ダメよこれ、いっちゃうよ。ズン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 、いってくぜー。よいしょ。うまいっす、うまいっす。いやー、うまいっす。うん、これ一口ごとにこんなグビグビしたら何本なるんだよって感じだよね。マジめちゃくちゃうめえ。うん、今日のつまみ当たりだ。揚げ出し豆腐と行こう。大好きなんだよね俺、揚げ出し豆腐は大好き。はい、うん、今日のメンバーは当たりです。今日のおつまみはいいね。今日あの洗濯結構さ、俺あのいい時と悪い時があるから、うん、これはいいね。完全に当たり。作るとがっつり系になっちゃうんだけど、そういう時久々、ザン黒いさ錦で行ってみたいと思います。芋久々、なかなか芋焼酎は出てこないんだけどね。おい、あのここはここぞっていう時に出すから、芋は、うん、一緒に行くよ。はい、おし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 、いいね。ちゃおうかな。いいよね、今日のつまみはこれ。うん、うめ。うまい。頑張った日の
酒とつまみっていうのは最高だね。もう早く帰ってきた、早くスーパー行ってそのゾーンに行きたいんだけど、でもやっぱ走りたいじゃん。ちょっとその30分が重要で、どうしようどうしようと思って、でも走っちゃうんだよね。汗びっしょりで、もうで走るとお腹減るんだよね。でこういう感じです。いいんです。うん、うめえ、芋久々うめえ。うん、ういっすういっす、おいっすういっす。日本酒と一緒で、うん、おつまみの質、うん、でやっぱ芋か、これ麦でもいいんだけど、芋はもっとなんかちゃんと考えないとっていうところがあるんだよね。なんかね、本当は麦が一番好きなんだけど。でこの2個目、この卵ちゃん行ってみましょう。これ見てすごいねこれ。うーん、これやっべ、悪魔の卵だこれ。うんめ、これうま、うまい、飲んじゃうよ。マジでうまいよ。毎日うまいうまい言ってる気がするんだけど俺。ああ、二日酔いだよ。このでかいちょっとニンニクマシマシいってみようか。でかいのこれ。うん、うん、やばい、うますぎる。ニンニクマシマシってゆで卵、煮卵か。あーあーうっうっうっうんうんで1000に行ったら、でも俺みんなさ、そうそう、俺1000に行ったらどういう称号がつくと思う。これなかなかもう行かないんだけど、1000に行ったら一人晩酌のプロでしょ。あ、プロの一人晩酌か、プロの一人晩酌か、プロのアル中で、びっくりするの、プロランナーブーブーとか言ってんでしょ今、ブーブーブーとか言って。いやでも俺やっぱり走ることも絡めてるからね、プロランナー全然プロランナーじゃねえ、全然だよ本当。プロのアルチューノが合ってるよね、こんなんね。うん、彼女欲しいんですかって。彼女妻とかいらない、今今は無理
今は無理だよ俺。彼女作るとか新しい奥さんを探すとか無理無理無理。今はこれでいいの一人で。あー寂しいよとか言ってるでしょ。でも俺は今一人でいいの。うん、今一人でいいのよ。たまに抱きしめさせてくれたらいいの、誰かがギュッてハグだけでいいから。付き合うとかもう付き合えないから、人間と。俺ダメすぎてほんとこんなだから付き合えねえもん。なんか、まあ、来週どう行くとか、来週どこ走り行くとか、なんかこうまたコース設定してとか、なんかもうなんかできない、できなくなっちゃったもん。だから一人でいいよもう。一人でいいんだよもう。こんな弁当をね、リュックに背負ってどっかで食べるの好きなんだけど、最近ちょっと重くてやってないんだけどね、うん、重いからさお弁当ね、あのマックスの成人男子のこのでっかい弁当箱、マックスで 1.5 個入るんだけど、うん、詰めればね 1.5 個入るんだけどさ、重いんだもう。走って持っていくと、はあ、俺さ、毎日食い物の話してるでしょ。俺毎日食い物の話してる気がするんだよな。なんか人生の悩みとか、なんかランニングのこととか、速く走るどうのこうのじゃなくて、なんか、毎日食い物の話してない。俺無意識でやってるからね。うん、俺食い物の話しかしてないんじゃないのかなって気がするんだよ毎日。うん、食いたいんだろうね多分。超食いしん坊なんだよ。でこの最後の卵、これうわすげえな、これニンニクマシマシ、これうん、これはうまい、うん、これは危険だよ、うん、最高大丈夫なのかな、こんなこんな動画でいいんですかね、こんな動画え、いいんですか本当。あ、今日はこの栗かぼちゃポタージュで栗飲んでみようかなね。いやーうまかった。今日もスープ買っといてよかった。危ない。なんでもいいからスープ買っとかないとやばい最近は。うん、うまおつまみ的に最高だった。また明日も頑張って、1週間はもうちょっとでゴールデンウィーク、みんな会えてるで。
頑張ろうぜ。